こんにちは、しげしげです。極限の闘技場1ですね、こちらを新しい究極進化のハトホルでやっていきたいと思います。はい、詳しい編成は概要欄の方にの、情報を載せておきますので、そちらをチェックしてみてください。で、リーダースキル確認しながらいきましょう。光属性の HP と、回復力が 1.5倍、5属性4属性プラス回復以上同時攻撃で攻撃力が6倍ということで、光染めの多色ですね。はい、バインドがすごいことになってますね。はい、光染めの多色です。で、 HP と回復力の方に倍率も乗っかってますので、殴り合えるパーティーになってるんじゃないかなと思います。で、最大倍率、5属性消した時に、攻撃力が6倍ということで36倍出るようになっております。一見ね、この数字だけ見るとあれ倍率低いんじゃないかなって思う方もいらっしゃるかと思います。ただね、特徴的なこのコンボ強化、7コンボ以上の時に攻撃力が2倍になる覚醒スキルを2つ持ってますので、それだけでね4倍はいかかっていきます。ということで、めちゃくちゃバランスのいいモンスターなんじゃないかなと思います。はい、もう1コンボ乗ったらちょうどよかったんですけどね。はい、6コンボだとやっぱり30万とかそんぐらいですね。はい、軽くちょっと物足りない感じはあります。はい、7コンボ出ましたね。軽く見ていきましょう。8コンボで、はい、300万オーバー。でもまあ単体なのでやっぱりサブもね、コンボ強化を持つモンスターを多めに入れていきたいですといったところもあって、やっぱり挑戦ですね、挑戦を採用しております。で、このモンスターはね、制限を2つ持ってたり、光と闇を2つずつ持ってたりするので、かなりね相性もいいんじゃないかなと思います。で、この子のスキル2ターンと軽いので、エンハンスをアシストしております。まあ、エンハンスを使ってからでもね、他のキャラのヘイストを使えば全然、自分のスキル使えますので、はい、かなりいいサブなんじゃないかなと思います。で、ハトホルはね、封印耐性とバインド耐性どっちも持ってないので、サブでかなり補ってあげる必要があります。で、やっぱり多色ということもあるので、盤面を5属性に変換できる、ナビ、ヒロインガチャの星6ですね、ナビが結構相性いいのかなと思います。封印耐性4つ持ちのスキブ2つ持ちですね。この子入れるだけでね、かなり編成することがすごい楽になります。で、やっぱりバインド回復枠だったら覚醒アマテラスになるのかなと思います。うわ、リーダーフレンド潰された。まあ、ただ列回復持ってるので、はい、列で消していきましょう。はい、高 HP なので、まあ、全然受けれることは受けれますね。まさかこんな早いタイミングでコンボ強化の複数持ちが出てくるとは思ってなかったですね。はい、しっかりコンボができれば火力は問題ない感じですね。
で、ただグラビティ持ちなのでサブでも普通に、まあ、使いどころはあるのかなと思います。例えばね、自分が一番よく使うところで言うと牛音トラパーティーとか、牛音トラもね、体力攻撃悪魔タイプっていう縛りがあるので、今回攻撃のついたこのハトホル入れれるようになりましたね。普通に泥鏡2つ持ってたりねするので、まあ入れられないことはないです、全然。はい。で、結構最近の敵だとなんだアルフェッカとか、あとフェニックスライダーか、ん、フェニックスライダーは違うな、あの魔剣士のやつですね。魔剣士のやつが、75% の根性を持ってたりするので、それをね解除してあげるのに、安全に根性を外すためのグラビティとしても非常に有効だと思います。この 25% のグラビティは。はい、そういったところでも結構使い道はあるんじゃないかなと思います。今回はねリーダーとして運用してるんですけど、この子がサブに入れた時に、そのパーティーで7コンボしたらどれくらい火力出るのかっていうところも今後見ていきたいですね。いろんなパーティーで試していきたいと思っております。はい、バトル12ですね。ここで、操作時間が微妙にこれ苦手です。苦手というか長いようで短い。はい、ラッキーですね。ラッキーでもないか、このパーティーの場合だと。多色だとね結構偏りが激しくなってくるので、そっか、あんまりラッキーではないな。はい、ただコンボ数が伸びやすくなったという点では結構ラッキーです。はい、一応ね回復していきましょう。もうそんなにバインドも飛んでこないので、割合を食らったら回復していく感じですかね。いや、これ倍率決まってないな。はい、最低でも5属性ですね。またないですね。はい、ちょっと良くないので変換していきます。はい、光多めの7コンボで280万、まあまあですね。結構そんなにゴリゴリ火力が出るわけではないんですけど、まあ十分程よい火力ですね。はい、落ち込む乗ったので、さすがに抜けるでしょう。むしろ落ち込んないときついのかな。あ、きつそうですね。結構今のは助けられた感があります。うん、まあ闇属性の敵へなら
問題はなさそうなんですけど、攻防魚で HP も高い敵ってなるとちょっと苦手かもしれませんね。このパーティーだと。はい、いい落ち込みが乗りまして、はい、程よい火力で倒していけております。はい、光がないんですけど、とりあえず組んでいきます。あ、色もないのか。しっかり組んでいきましょう。はい、程よい火力ですね。バトル19。あー、ここで陣を使わされるのか。欠損はやめてください。ギリギリだな。これ回復変換したら色なくなってしまうので、この盤面でエンハンスかけていきましょう。で、一応グラビティあるので 25% は削れます。はい、でもうちょっと削っていかないとちょっとやばいな。はい、一応しっかり組んでいきます。はい、まあ OK ですね。で、ここから、がっつり削っていくんですけど、ちょい残しでやられるのが一番怖いです。火ないし、これはちょっとミスですね。見なかったことにしてください。そしたら耐久していきましょう。エンハンスがここで切れちゃいましたね。なんか処理のテンポが遅れてますね。まあ、いきましょう。色ありますね。はい、落ち込ん乗って倒したでしょう。ちょっと危なかったですね。まあ、使ってみた動画なのであれなんですけど、はい、無事なんとか倒すことができました。まあ、次はね、サブの運用、先ほども言っていた、サブの運用をしてみたいと思います。はい、ハトホール持ってる方はね、ぜひ究極進化させてみてください。まだ倒せない。ひどいパズルだ。はい、ということで、まだ倒せない。変な組み方しちゃった。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。